誰も家誰もいないからさ、逆光かな、移動しようかな、どうしよう、あそこ行こう、ちょっと待って、まだマシ？危ない、家の中全部見えるとこだった、危なっ、そう、変なもの、いやなんかね、みなんちドアがあんまなくて、家全部つながってる系の家なの。だからマジ全部見える、なんかやりにくい、起きたいな、これ置こう、地球に勝ったよ、だっておめでとう、夏は涼しそうな家、あの全館空調みたいなやつだから涼しいし、あったかいで、特よくない、このちょっと遠いね、こんな感じ、はあ、天井開いてる系？天井？開いてない、屋根ある、今日はずっと、いや、あのね、マジ午後からね、今日本当はね予定があったの、家族の予定があったんだけど、あの午後からお仕事が入ってしまったから、私は後から電車で向かいます。扉なくて困らないの？うん、困らない、だって逆に開けないで楽だし、でもあるとこは何あるよ、なんだっけ、部屋の各部屋の扉もあるし、お風呂場と、ん？脱衣所と洗面台のあれも違うし、リビングに、玄関入ってからリビング、2階まで、あ、ここ吹き抜け、かゆいね、最近ね腕がさやばくて荒れてるの、冬寒くない、寒くない、お手洗いあるよね、なんかもうみんなバカにするちぐな、髪でみんなポチポチしてたよ、部屋は私2階です、もうさ、マジ最初の方にガチャしすぎてお金が
てかね、あのね、聞きたいんです。そのアイテムのさ、これって何に使うんだろうっていうアイテムをさ、何個かっていうかあるからさ、今日ビジューやって行った、日々打った痛い、めっちゃ痛かったよ。でもさ、寝起きでこの癖があるからさ、嫌なんだよね。ちょっと待って、アイテム、ピーボムとか、そう、ピーボムとか、なんだっけ、ジェム、こういうチケットさ、何デッキのカード、なんかね、デッキのさ、なんか強化の時のカードがさ、ここで買えれるじゃん、ここで、この SP とか SP 以下とか、それでさ、やってたの、みんなで、 R とか HR みたいなやつまでは強化してたのね。でそれ持ってるのに、この設定にしても出てこなくなっちゃったの。ほら、どうして？カードの枚数がほぼ最低限ってこと？Pボムは何に使うんだろう。Pボム。あ、ジェムはエナジーウォーター。待って、ジェムってどこ行ったっけ？このカードのあれが分からない、カード。SSR。だ、持ってるもんだってみんな。ということ？ちょっとトレードカードさ、やってみるね。方が分からない、引き換え、ボムはなんか、ボムアイテムの欄になくなってしまった。マリエさん、ボム、これか、あ、ジェム、ボム、な、引き換えどころ行けばガチャ、引き換えどころ、もう分からない、交換所かで、交換所じゃないね、引き換えショップ違った、一番最初のページ。交換所？交換所だよね。これ？難しい。交換所よりもっと下、あ、もっと下なの。あった、ジェム、アクセルを踏めだってよ、
これか、あ、これか、これね。 A と SSR ってどっちだっけ。 SSR が上か。 SSR って一番いいやつ、 SA よりいいやつ。いや違うよね、 SA が一番いいよね。で次 A でしょ、多分 A が上。報酬 A、 この見えるこの中だったらどれが SA 持ってるもん。 SA を今5個中4個 SA 入れてるので、もう1個 SA 持ってるんだけど、そしたら草と火だけになっちゃうの。だから1個えぐっちゃんの水の絵を入れてるんだけどね、入れてるんです。じゃあこの A を、 A を水の人と交換したいの、私は。ハノさんいるかな。水だよ。じゃあ花さん買うね。見て、かわいい。よかった、水で。え、A が上なんだよね。はい、もらいました。ありがとうございます。じゃあこれを入れて。でも A とえぐちゃんも A だから、どうなのだろう。取りま。これシルバースターとかを使っていいの？みんなもうすぐ、そうよ。誕生日、もうすぐ誕生日、楽しみ。やっぱ課金、そう、みんなさ、あとね、5000ぐらいしかない、やば。エナジードリンクだっけ？あの、移動するドリンクもだし、BP のあれもどんどんなくなっちゃう。評価したい、使って、なるほど。プラチナスターが一番いい。え、じゃあさ、今花さんのもらったじゃん。で、ちょっと私のデッキを見せますね。ちょっとこの前と変わったのよ、この前より。なんかなんだっけ、なんだっけ、AP が AP 順にした時のやつにしたわけでね、もう一枚のリノさんにしたのね。ここをさっきの花さんにしたらちょうどあれじゃない？水も良くない？え、いいよね、多分。特性、うん、特性、でもやっぱ特性の方がいい？特性の方がいいかな？今いいよね、特性の方が。そう、特性、まあ特性ついた方がいいよな。じゃあとりあえず変える、全部。あ、関係ないって。SSR 誰にしよう。なこさんにしよう。で、SSR もう一個エミリーさんにしよう。特攻か、はは。え、なんて言ってたっけ。特性か、もらった。特攻特性
で、ね、行動力のさ上げるときにさ、なんか2個はマイエナジードリンクと普通のエナジードリンクって何が違うの？あ、みんなそれにしたの。その APA 高い順にしたらこうなりました。コンボが発動して、え、どう？え、あるかな？ないわ。ちょっと強化させます。そうだ、ガチャ引けるんだ、無料で。これでね、コツコツと貯めましょう。マイツ、トレードってなんだろう。あ、そういうことね。売れないってことか。あ、無料ガチャが2回も回せる。友情ポイントはさ、友情ポイントはさ、ガチャにしか使えないの？え、あとさ、この強化するのってさ、もうリーダーカードをとにかく強くする方がいいよね。リーダーカードをとにかく、リーダーカード、なんか平等にとかより、リーダーカードか。じゃあ私は、今から強化していく。友情ポイントがさ、たくさんあるもんね、なんか気づいたら。だからどんどん強化をしていきます。とりあえずまあ全部するか。ただ友情カード、友情ポイントはね、友情ポイント、まあ友情ポイントはたくさんあるので、サブデッキって何に使うんだろう。全部マックス。あ、レベルマックスにしますね。あ、待って、もうすぐリノさんレベルマックスになる。69だ。70になったよ、レベルマックスだって。はい、次は秋吉さん。
なプラス2枚ゲットした。サブデッキ、サブデッキとさメインデッキ同じやつ入れれないの？入れられないか。じゃあ普通の今メインに入れてない以外の強いやつを入れるってこと？とりあえず私今強化しまくってるから、てん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 、まあ7万あるのよ友情ポイントが。少ないか多いか分かんないけど、やっていいよね、たくさん。めっちゃ引くよ。引いていいよね。たくさん引いちゃおう。サブデッキも高い順で、あ、じゃあアーツでしよう。はい、上がりました。なんかさ、一気に強化が10枚しかできないじゃん、あれが。あの、一つのベースカードに対して。細谷焼き、バイバイ、頑張ってね、お仕事。細谷焼き、オッケー。間違えた。危ない。え、エミリーさんなんか特攻ついてんだけど。特攻だよね。特攻ついてる。交換したやつなのに。どうして？え、普通のさ、ナコさんとかさ、あの強化に使っていいの？強化に。どうなんす。やばい、右目が変。SR 以下じゃないわ、 A だ。お待ちよ、ガチャを引く。足が、フランペチ美味しい。これめっちゃ美味しい。どこに売ってんだろう。なんかさ、コンビニの名前とかあんま分かんない。あれは緑、ローソンではない。多分セブンかファミマ、セブンかな。多分セブンな気がする。セブンです。セブンなしです。ファミマにもあった。あ、じゃあ店関係ないか。まあそりゃそうか、三ツ矢サイダーとか。
かんない。でもみんなセブンでしか見たことないかも、意外と。なんかローソンでは見たことない。行く場所のあれでも多分よるけどさ。やばい、カードがいっぱいになっちゃった。レベル60になった。なんか食べたいな。なんかの今匂いがしたんだよね。なんかの匂いしたんだよな今。なチキンラーメンの匂いな気がするけどさ、食べたい。ご飯だし、もう12時でご飯だよね。もう12時でご飯だよね。とりあえず秋吉さんも67にしました。お昼、決まってない、適当にお家にあるもん食べようって思っていますが、ここどうしよう、この紙。ちょっと待ってよ。ここは、この、そう、ラビリンス。でもさ、ご飯中っていうか、右手で箸持って左手でラビリンス、ちょっと多分行儀悪い。そう、なんかね、このシュシュエグちゃんとお揃いなの。確かこのパーカーもエグちゃんとお揃いなの。私今日エグちゃんで、この前さ、エグちゃんこのシュシュでツインテールしてたじゃん。多分その時に着てたパーカー多分こんな感じのやつなの。だからね、再現できちゃうんだよね。ちょっと待ち、思ったんだけどさ、ミナのさ、あのオーディションの時のさテレビでさ、もうミナの家の構造って大体知られてるよね。
分かるでしょ。だってここで踊ってたので、あのダンスがあのここから動画撮ってたんで。オッケー、あ、きよしさんもアレンジした。教科が終わらない、神田屋が始まってしまう、ご飯も食べたい、どうしよう。ゆぐちゃんが進化してってるよ今。遅刻しましたーだって。カミレア、やばいやばい、どうしよう。今迷ってるのは UFO を食べるか、パスタあのレンチンして茹でてあれするか、あの普通に柚子、なんか柚子醤油パスタの素をかけるか、どうしよう。でももうそろそろさ、本当にお金がさなくなっちゃうからさ、どうしよう。課金課金、確かに。UFO 作ったら変だね。レンジンだから実際何もしないでいいんだよね。パスタにしよう。ちょっとあれしとく、麺だけやっとく。なんかパスタがキッチンになくて上に取りに行かないといけないのがめんどくさいので UFO にします。始まる、カミリアが始まる。ちょっとギリギリまで強化。
始まったよ、始まったよ。ちょっと私もしますね。ユーフォなんだけどマヨネーズかけますか？かけません。かけた方が、なんかかけたことってはあるけど、ちょっと待ってみな、これだけ強化したらやります。あ、ツイッター言わない。お昼のカミリアタイムです。でもさ、10時からさ11時のやつはお昼なのかな。あれはお昼のカミリアタイムなのかな。よし、朝か。はい、できる。ちょっと待って。で、抱きしめたくなる。あ、ツイッター。お昼のカミリアタイムです。引用した方がいいかな。もういっか。引用は？普通に カミレアタイム始まりました。ポチポチするぞ。一緒にって言ったらやる気起きるかな。筋肉。はい。多数補習。でもユイのとかやばくない？めっちゃさ、なんかランキング上だった。すごい。セギシュンはバークハートだ。やばい。バチするやん、6日。さあ、カード強化した。あれやるかな。おう！ん？おう。は。あの、このさ、アカウントってさ、親のアカウントにしたらいけるのかな、もっと。ちょっと待ってね。
一回顔を出そう。お湯が足りなかったんですけど、ねえ、エナジーウォーターがもうなくなってしまった。姉ちゃん、アカウントをパパとママとかお姉ちゃんにも渡すってこと？そのアカウント名っていうか、あれとログインの必要なあれを。サブデッキ全部埋めてない？ちょっと埋めてからにしよう。埋めてからの方がいいよね。だから聞いて、焼きそばの水足りなかったんですけど。なんで？測って入れなかったから。スマホを渡す。サブデッキちょっと待って、サブデッキってさ、どうやってやるんだっけ、どっからやるんだっけ。サブデッキって、デッキ編成で、あ、これか。でけた、これじゃん。もう編成してるよ、サブデッキ。みんな、サブデッキめっちゃ合ってるわ。こう8枚、なんか多分できてるよね、多分できてた。あ、お湯、全部って何個？ 8?9?10? 一旦カメラやってるけど、50多かった。じゃあ50枚もカードが必要ってことね。あ、全部は40。はにゃ、UFO さ、具材がさ、もともと入ってるじゃないですか。だからさ、みんな抜くんだよね。半分よりちょっと多めに開けて麺出して。あ、お湯。
結構やったよ。なんかさ、慣れたらもうあれじゃない？仲間誰かということ？仲間デッキは設定してないというか、どういうこと？ちょっと待ってね、今ゾウさん倒してるから。帰るときたらカメレタイムに自然に目が覚める。いや、それはすごすぎ。みんな、みんなもあれだもん、7時半前には今日のカミレータイムですっていうツイートを出すから絶対目が覚めるじゃん。目起きない、起きないといけないじゃん。だからさ、そうめっちゃ健康にいい。仲間に、あ、そう、メンバー、あの仲間にはいるけどメンバーデッキみたいにはしてないかも。ちょっと待ってね、もう一匹ゾウさん出たから倒してるけん。あとさ、あの 1BT の半分ぐらいでさ倒せるぐらいのあれが相手に残った時めっちゃなんか、ああなんで残っちゃったのって思っちゃう。仲間を呼ぶってこと？誰呼ぼう？これ AP 高い順の方がいいの？一番上はね、リノさんで、その次はレイヤーちゃん。怪獣、これあっちにも行く？あっちにも行く？通知みたいな。あ、行かない、じゃあやろう。ん？変わったんですけど、なんか。ななこちゃん出てきた。じゃあななこちゃんにしよう。できた、見て、埋まったよ。このななかちゃんのカエルよくわからないよね。うん、やだち今日仕事、みんなこの後あります。マジ午後からおやつの時間過ぎたぐらいからあります。強くなってるって楽しみ。やばい、やばかった今一発で倒したよ。やばすぎ。待って、いいね、優しいね、この BP の減りがいい、とても効率的。そう、なんかさ同じさ、あの順番っていうか3やってさ、絶対5がないと、 5BT ないとさ倒せない敵の時にさ、3やって2やるんだけどね、みんなは3やったら3残りがめっちゃ少なくなったりするの。だから1だけで済む時とかあるの。すごくない？それって。やばいね。へえ。もうなんで最初から。まあ分かんなかった。ね、やばすぎ本当に。マジやばみ。やばい。もうなんかね、スカートジャパンに出てる気分。違う、だってね、だってね、
あのね、ゾウが4発で倒しちゃった。しかもね、この顔に落書きしてるさ、白いさ、夢幻人形博多ロスもさ、3でいけちゃうの。2だったらちょっと足りなかったの、3でいけちゃうの。やばくない？はあ、やばいね。もっと早く引っとけばさ、よかったんじゃね。もっとやればよかった。ショールーム、やばすぎ。なんか強ね、このランやばい。このランやばくない？ここみんな探偵、怖い怖い、コナンに入った気分だし、私ラン姉ちゃんになった気分。はい、この間のショールームで言ったんやって、ちょっと聞いてなかったかも。気持ちいい気持ちいい。あ、ごめんなさい、読まないからって怒られてしまった。汗、20分になったらちょっとお昼ご飯を食べよう。30分になったら一応ちょっと区切れが悪い。20分ってなんか人が多いな。しかも同じ人が何人もたくさんいる。やばいね、強っ。リング使うときは時間優先で。リングってなんだろう。リング、あ、ガチやばい。魔球め、ま、魔球魔人は、め、ま、魔球魔人は、あの、あれです。あの、応援要請みたいな、来るから、それでね、この、昨日も、残りのやつ全部やったりした。迷宮魔人。はい、ごめんなさい。漢字。違う、5分の普通の15分。なんか難しいけど頑張ろう。迷宮、迷宮、マイ宮、迷宮、ハイ宮みたいな。なんかさ、残りのさ BP が2だとしてさ、これみんな3発で倒すからさ、2先にやって後から1やるんじゃなくて、1個だけ博多民みたいなやつさ使って3で一気にやる方がさ好きなの分かる。だからもうなんかコマコマするのが嫌いなの。だから5揃えたいみたいな、この気持ち。やばい、効率良すぎて無理。やばい、めちゃくちゃね、すごい。
3月6日月曜日、この後あったら渋谷美奈ちゃんの家は、ありがとうございます。てかちょっとまた音消すね。なんかむさっきんだ、なんか髪の毛が、やばいマジで。めっちゃ貯まるイベントポイントが。でもこのランキングってさ関係あるの？イベントのその順位に、みんなのなんかさ上げた方がやっぱやってる回数あるからチケットもらえるとか上がれたけどさ、どうなんだろう。あ、なるほど。ランキング方式いつ出るの？イベント終わってから？一番最後ランキング方式。あ、そうなの。ちびちゃんもみんなね、めっちゃ自分にリクエストしてるよ。ちょっと多すぎてびっくりしてしまった。これってさランキング発表みたいな時にさ何枚リクエスト入りましたとかさ出るの？出るのかな。いやなんかさ出るんだったらさ何枚で出るのか。じゃちょっと言わないとこ。なんかさあれじゃない、ちょっとさ何枚みんなが今何枚自分に投票してるってさ言ったらさ、その結果が出た時に何枚中何枚あれなんだ、じゃあ他の人全然みんなに入れてないじゃんってなりそうだから言わないってぐらい多い。いや多いのはね基準が分かんないけど、個人じゃなくてみんなが今言ったらね、みんなが今何枚みんな入れてたわって、そうそう、みんなが今何枚入れてたわって言って、その後日結果が出た時に「しべちゃん何枚出るって入れたって言ってたよ」みたいな言って、あのことを言あれで、いや恥ずかしくね、そう。そうてぐらい本当にめっちゃ入れてた、びっくりびっくりびっくり、やばかった。あの1枚1円だとしたらそれ2倍したらミナのお小遣い超える。
ぐらい。だから、うん、もう一回分かってしまったって。え、みんなのお小遣いの値段知らないよね。赤押しもん、赤押しもん、なんか最近全然猿が出ないんです。なんで VIP のイベ、あ、そこしてるからかな。え、待って出るの、待って、みんなのさ自分にやったやつって出るの。えー、恥ずかしい、負けず嫌い。え、なんかさ、負けず嫌いっていうか、負けず嫌いなのかもしれないけど、せっかくやるからには、やるからにはいい順位取りたいじゃんっていう。やばい、麺が伸びるかな、これ。もう作ったけど固まっちまった。もうそれ食べよう、あと2分やったらやります、食べる。てかみんなやってるの、そもそもみんなポチポチしてる、みんなみたいに、ほらみんなみたいにポチポチしてる。ながらながらしてね、お願い、あのできたら。はい、やってる、ごめんなさい。なんかさ、みんなはさ簡単じゃん、こう見る、見てこっちやるから。でもなんかコメント書きながら大変だなって思ったの。わかる、わかる。運転しながら、うん、それは危ない。止まってる時にしてね、ちゃんと。そうか、ショールームはパソコンで見てとかあるのか。なんかさ、みんながさ個人的にさめっちゃね、ツボツボっていうかさあるんだけどさ、あの最初にイベント入った時に誰を応援しますかで自分にしたの。そしたらさ渋井美奈さんがさ、渋井美奈がさ、渋井美奈さんのおかげで勝てましたっていうのちょっとじわじわくるくない？おもろい。ふみちゃんの SSR カードを強化しながらやって、ありがとうございます。ちょっとさ面白くて、なんかおもろい。このゾウさん倒したら私ご飯食べる。ブルーライトはあまり目に良くないってね、まあショールームで言われてしまったから。ちょっと常に自分に。でも推し目はみんな花さんにしてるから、ラビリス入った瞬間自分の顔面は出てくることないので。あ、よし、ではいただきます。見ても固まってしまった、ほら。みながさおすすめのねパスタソースがあるの、あのコストコに、コストコに最近行ってないけど、コストコにね、初めて見たのコストコなんだけど、コストコになボロネーゼ、緑の箱のね、うん、ふん、
今コストコにいるわやって。コストコのさ服屋コーナーにさマーベルのさスパイダーマンとかの T シャツある？あの入ってで福岡のコストコで入って右行って服コーナーから左に行ったコーンゾーン、あ韓国のりとか売ってるらへん、ひき肉、そうひき肉、緑と黒の箱のボロネーゼみたいな書いてるやつが大好きなの。一昨日はペンネ、冷凍してるペンネがあったからそれ解凍してかけて食べて、昨日はあのパスタの冷凍があったからあれしました。両方おやつの時間に食べて美味しかった。ミニトマトと同じぐらい大好きって言われて、ミニトマトマジキャッチフレーズ変えたい。二度寝してきたやって。今カメレアタイムだからさ、できたら私に。なんかね、公演の時に自分の番になる前になると恥ずかしくなっちゃって、なんかね、見とってねえよりもミニトマトと笑顔と笑い声が好きっちゃんっていうワードが恥ずかしくて、アイドルさんもカップ焼きそば食べるの？まあそれは人間ですもの。食べます。だからみんなアイドルっていうあれあるけど、全然普通の女子中学生、学校も行ってるし。楽しみだな、6日コール、楽しみ。学校で早弁、しない。でもいないかも、うちのみなごの周りに早弁してる人。あれじゃない？ミナがさ、どうしよう、ミナと誰かの他にクソガキって、あ、クソガキじゃない、KSGK ってミナの6期で、これは渋ちゃん、高猫フェスの時ミナちゃんだったからミナちゃんかも。
ップラーメンにカップ焼きそば、うん、ラーメンは普通のインスタント派。ごめん早めの結果なさ。あれだよ、まるさんね、 CV クソガキって言ってくる。ミナが何度も狙いの「えいっ!」をやったらクソガキって言ってきた。許さないね、一生するから。ごちそうさまでした。でもみんな今思ったの、あのね、おニューあるじゃん、 O N E W って、あれをさ K S G K さっきにすればさ、でもマルソンとかができるってこと。みんな上履き。できるくない？そしたら、そうおニューの変えれるよね。いいじゃん。怒られちゃう、やばいやばい。そう、おもろすぎマジで。ちょっと自分なんかな、文字数合ってるしね。それな、怒られる、マジでやばい、ごめんなさい、本当にごめんなさい、失礼だわ。でも歌詞もだから変わるのかも。ああおもろい。歯見せたってもう笑ってるから見えて、あ、青のりはついてませんよ。あと青のり入ってないもん、つきようがない。お茶にお水に青のり入ってないと。やばい、ちょっともう言わないで、こう出来になる。5時か、そう5時、やば。あ、クリナさんのショールーム始まった。装備品ってなんだろう、ちょっと。有効な装備品持ってないって言われてしまった。
なんか前髪があれだな、止めたいな。エナジードリンクください。クイナさん、ダメだ、もうしたって言えないもん、ラビリンスしてるから。エナジードリンクください。ダメだ、もう仲間申請みたいなやつさしてないんだよね。だからフレンドじゃない、話についてこれませんだって。ラビリンス、まあ、欲しいけど。じゃあちょっと覗いてみるね、このゾウさん倒したら。音出したらバーンされる？されないよね。クラムチャウダーいいねってコメントあるよ。焼きそばのコメント読んでほしかった。焼きそば、時刻は電話、さあ、オッケーオッケー、電話してないから。ラジオ収録したらしいよ。なんか音鳴って、それだけ全部解放されたって、すごい。あ、クエストクリアした。なんか15分だ。いやー、エナジードリンクがまた、エナジーウォーターだ、また減ってしまった。どんどん在庫が、在庫切れしちゃう。月曜日の見送り減ってくださいじゃん。隣におったらな、隣にいたら。裏に戻ってから白い、ありがとうございましたっていうのが終わって、白いシャツ戻して、マスクなしになったんじゃん。え、マスクなし初めてだもん。あ、中間発表無理かも、みんな見れないかもしれない。そんな、ごめん、2月7日から出てないんだ。1ヶ月出てないんだよね。1ヶ月の間にいろいろあったねそんな1ヶ月ぶりパズドラ。1月にさ公演たくさんあったよね。2月1回しか出てない、1回ぐらいしか出てない。でもやばいね、1月に、1月はまだリセットってったって考えるとやばい。中間発表の時間配信できないの、みんなその時間にもお仕事行ってるからさ。それなマスクなしでコールアリーのいいね。あー、1月楽しかった、マジリセットって本当に楽しい。もう 1月カウントダウン、もう20カウントダウンが
終わった1月1日から5日を私はどんだけ楽しみに待ってたか。リセットの年明け一発目のリセットをどんだけ私は楽しみにしたか。マジね、あの5日間ね本当に長かった、本当に長かった。で5日マジ楽しかった。もうね楽屋も楽しかったの、本当にたくさん遊んだし、ゲームでした、いろいろ。何したっけな、何したっけ、あ、山手線ゲームとかしたし。で終わって次は12、13だ、連続だと思って、それも楽しみにしてた。で主役者のアイドルが来そうだって、食べるって楽しかった、やばかったな、マジ楽しかった、あー本当に楽しかった。で、じゃあでも12みんなお見送り出れなかったからさ、ココペと裏で悲しんでた。でその後はリセットも13が最後で、で、あかりさんを卒業アップしちゃって、で、で21だっけの千秋楽の前座に出れて、あ嬉しいって思って、でパジドラもなんかいろいろ出たよね。1月16パジドラデビューして、で23出て、あでもそんなもんか、あ言ってこんな出てないかもね。なんかあれだったね、あの公演12、13とかさ、間がさ2週間以上 なかったからさ、一平ちゃん、一平ちゃんね、あるよ、うん、それでも千秋楽の前座楽しかった。もうね千秋楽やだーと思った、みんなもリセットって本当に楽しいし、もうだってねリハから楽しいの、リハからってかもう本当に楽しいの、本番前から。26出たっけ、いやそうです、バックダンサーも出たよね。あかりちゃんペットボトルをカエルで温めるの人かって言ったらタイプじゃない。でゴムでこういうさ、なんか何でもシュシュでもいいし、でペットボトルにさ入るこうやってここにつければいいね。はい、今ってラビリンスしてたって、あと10分、永遠とポチっております。私はなんかすごい帰っちゃいましたねってみんなに言われたけど、みんな私生活で全然そんな絶対そんなさ丁寧な言葉使わないかもしれない。すごい帰っちゃいましたねって言ったことないもん。錬金の BD 一回目、錬金はさランダムって全然もだけどさ、なんかランダムだよね、な誰が出るって言われてないから。やばいバグったかも、バグっていいじゃん、飛行
ごいやん、勝ったやん、たけやん。すごくない？すごいやん、勝ったやん、たけやん。なんかでも最近会えてる、会えてないの？なんかじゃあ最近会えてないの？だってね、この前ねレッスンがあったんだけど、みんな体調悪くて行けなくて、それがベトナム帰りだったの。ベトナム帰りでなんかお土産をねみんなにあげたらしいけど、私もらってない、行ってないから、行けてないから。カナーティー、でもマジで会ってないかも。ななかちゃんの生誕以来ってぐらい会ってないかも。やばくない？でも LINE はしてるよ全然。お話ししてる。明日から春子、いいえ、いいえ、明日からではないですね。もがみさん、しびちゃんのことめっちゃ好きだよね。だってそうなの？そんなななかちゃんが私のことを好きっていうのはあまり聞いていなかった。言ったっけ？なんかね、ななかちゃんがね、しびちゃんって呼ぶの飽きたみたいなね、いつだっけな、あれ2月ぐらい、1月ぐらいにね言ったんだけど、だからそれでななかちゃんがみなのことをみなって呼ぶってなったので、そしたらななかちゃんがじゃあうちのこともななかって呼んでって言われたんだけど、私はもうななかちゃんっていうあれだから、そうななかちゃんからもみなって呼ばれてない結局。ふっ、おもろ、おもろ。レアちゃんがスプラ持ってないの？え、やってるよ、やってます、やってます。私スプラ全然現役。あ、持ってくれちゃった弟に。やってますよ私。でもね、あのね、よくやってる、寝る前にやっちゃう。寝る前か、なんか急にね学校行ってて、学校行くじゃん、学校で授業受けてあんまりよくないんだけど、授業中にね、授業中にステージってここどうなってんだっけ、ここにここって水あったっけみたいな、陸だっけみたいな、でも入れないんだっけみたいな、そのステージを頭の中で考えてしまって、めっちゃ無性にやりたくなっちゃうの。え、わかるかな意味。だからここからここに飛んだら、あっち相手のとこ入れるっけみたいな。でお家に帰ってそれをやってみてやるっていう、やる、うん、そうやります。じゃあそんなクリナさんのショールームを見に行く。ちょっと待ってね、ハムハムね、聞いて、この前さクリナさんのさショールームさ始まってさ、ちょうどミナがYouTube ショールームだけ唯一ってぐらいこの画面の上に出てくる通知にしたんです、してるんです。そしたら YouTube ちょうど見終わった時にその通知が来て、行ったら100回目の訪問って出ちゃったっていう。
ちょっと恥ずかしい。あ、急いで抜けました。急いで抜けたけど、時すでに遅しだった。うん、あと3分。するな。え、なんかそんな来たっけと思った。でもなんかずっと見るってよりあれかも。始まったって思って打って抜ける。ただ回数稼ぎしてる人みたい。え、そう。でもリノさんなったことないのよ。なんだろう、でもリノさんの方が見てるさ気がするけど。好きな数字？好きな数字はね、たくさんあるよ。85、37、2、16と6。あ、87も。やべ、気まずい気まずい。やば、あと1分。生誕がストレートやで。来てね、絶対来て。みんなもさ、自主練に来てんだから、来てるんだから来てね。ギリギリにさ、ちょうど BP さ全部ゼロになって嬉しい。すっきり。できた。あー、1時になったよ。1時になったよ。普段の置いとけへんって。あれでさ、大分行ったらどうなるんだ。大分市はあれで観光。でもなんかちょっとクリナさんらしくない。え、でもミナノはね、笑われました。ひなのさんとか、あと、いおりさんとか、シブティで、シブティっていう先生いたな、英語の習い事に。あだ名がシブティ。ティーチャーだから、ティー。いなは揺れとき聞こえてる。たぶんたらいいね。トゥントゥントゥントゥ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 。変わって、なんかティーちゃんさ、ティーってつけるのあれじゃない、結構ないじゃない。みんなの学校の先生はね、全然ね、名前で言うあれ、あだ名なんだけど。なんかこのパーカースカスカ、鳥肌が立った。急にしゃくりが急にさ、ふってさ、ザワッてなるのさ、あるくない。私のみんなは推しの生誕ティーは飾ってます。公園に行ってないし。でもだからといってちょっとさ、
リハとかに着ていくのもちょっと恥ずかしいから、出てきちゃってなんかね、急に急にってなる。マジマジ急にってなる。でも最近はさ、眠りにつく寸前になんか段差とかがあって、まあ昔はねこう寝ててちょくちょくね、寝てて、あ寝るって時に夢の頭の中で階段歩いてて、段差が段差ってなって起きることがあるの。だから寝ながら足こうってやってやっちゃうの。そう、それが 寝落ち。すんで自由中寝てるとかグッてなる。それは寝てるからだ。じゃあ一番上に行くのにじゃん。まあ、リナだし。なんかある、あ、夢かってなる。夢でしめっちゃにやめられたことあります。面白すぎる。それは夢でしめちゃん、みんなが褒めるの。何なんだろうね。でしかもあれな、てかなんでスイッチないの。そういえば今日夢にシミが出てきたよやって。どんな夢やったんやろ。みんながはーちゃんのこと怒ってる夢かいな。あーって、いやもうね、あ、そうだ、みんなも今からいい入れよう自分に。ね、マジにね、めっちゃ入れてるの、やば、なんかナルシストみたい。いい結果になるといいな。なんてなんて、でミナの生誕祭4月になりそうだよね。それでメンバーが出たら重大発表があったり。その夢すごい。第一ラウンド手持ちの、うん、第一ラウンドはとりあえず手持ちのチケットをなるべく全部出していただいて、そう出していただいて、で第二ラウンド第二第三第二第第2ラウンドもう頑張る。とりあえずね、今は全部入れてほしいかな。お願いします。残さず、みんな入れてよ。ハイボール投げてくれたけど腕当たって、なんか面白い、本当に面白い。夢も面白いの。え、みんなもね、たまに夢、何やったっけこの夢ってなる。でもね、みんななんか体調悪くなるときはそれが来る。この夢見そうっていう。体調悪くなるって、熱がさ出たときに見る夢でない？なんかいろんなこう家族とみんなの間にすごいブロックが、ブロックあれなのかな、どんどん置かれて距離が離れていっちゃったりとか、なんかこういうシーソーみたいな、こうこんな感じになってってなっちゃうのとか、なんかどんどん詰まるの、このブロックみたいな、こういう形がブンブン詰まっていって、で怖くなっちゃうの。そう、なんかね、だから嫌だ。あ、なんかこの感じ嫌だなって時になる。体調悪い時になる
気持ちみたいなのあるじゃん。なんかこうどんよりした感じ、どんよりしてなんかってなっちゃう感じ。いやでも金縛り多分みんななったことないんだよね。金縛りが何か分かんないけど、金縛りって動けなくなるんでしょ。動けなくなるのはない。充電なくなりそう、このスマホ。マジ持ってきて、でもそろそろ終わる。私は何たいの。やばー、なんか食べたい。今日何が食べたいのかわからない。なんかチョコレートが食べたいんだよ。なんかね、しっとりしっとりしたやつが食べたい。ワッフルとか、ワッフルとかパンケーキとかガトーショコラとか食べたいかも。でもちょっと買いに行く気力はないんだよね。どうしよう。ちくわの磯辺揚げも食べたい。磯辺揚げ、焼かない揚げ。ずっと流して、いやマックは違う。ちょっと気分がマックじゃなくて、あーいいね、スタバ、スタバのチョコドーナツが食べたい。みんなね、給食のね、小学校の時にさ出るじゃん。小学校の給食好きやったな。ほうれん草ソテーとかあんまやったけど、あれが好きやった。麺類めっとにかくめっちゃ好きやった。とフルーツポンチとカレーは別にそんなだったんだよね。だって辛いもんなんか辛くて。であとちくわの磯辺揚げとレバーと大豆とレバーの、大豆はあんまだったけどレバー、うん、じゃレバーはあんまだったけど大豆が好きやった。とあとキクラゲ海苔とあれなんだっけ、クリスマスとかに出るケーキと、あとお味噌汁とリゾットと、あとね、何があったっけ、それが好きだったよ。食べたい。たまに無性に給食が食べたくなるよね。いや、みんなにさ、玄関あんまひな祭りとか気にしないタイプなんやりさ、昨日ひな祭りだったけど全然ちらし寿司じゃなかった。
あ、焼きそばパンも好き。あ、焼きそば、焼きそばパンも給食入れてないけど、さすがに。でも今眠たい、ちょっと。でも切ったら寝ちゃうから、ちょっと遅刻はしたくない。はぁ、給食だとひな祭りこんなとか知らない、覚えてないもん、みんな覚えてない。いいな、なんかケーキないかな。ひよこがあった。ピナさん。東京のひよこわかんない。東京かな。ひよこの食べ方ってさ、性格現れるよね。みんなはこうして頭を取って皮を剥ぐ派。あ、福岡のひよこでした。何が違うの？味同じ。おもろい。クエナさんちピンポン来た。うん、そうだ、3時から4時みたいな。最近それな、みんなちょっと悪くなってきてるよね最近。でも最近じゃないんだよね、意外体調変わってないの。体調変わってなくて、なんか見た目が、あちゃーやばいね、みんなガチで衣装入らなくなっちゃう。なんか食欲旺盛すぎて無理。少し聞こえるクリアの。なんかね、ダイエットさ、なんかさ顔に最近肉ついたよね。でもどうやって痩せるの？顔のさ痩せは分からない。顔の痩せ方ハッシュタグしびちゃん楽屋食べてる話、何それ。え、誰から、え、何それ、しびちゃん楽屋食べてるってなんだ。なんだ？
大のタイムライン。で、マラさんも給水式行っちゃろ。じゃあみんなも何度も狙いして自分の好きなところって言われたら顔が丸いところって言うってこと。顔最後に落ちるの？格好だったかな。誰から聞いたんだろう。誰から聞いた？ななかちゃんとかから聞いた。みんながよく食べるって、まあよく食べるのは本当なの。下でほっぺゴイゴイ。どうやってやるの？でもさ、なんかここね、分厚いのちょっと。わかるかな？てかそれ、エクボだよね、これって。やば。最初の写真、エクボじゃない？ここほら、待って、やっぱ胸がついてきてさ、段差ができちゃったのかな、よりね。ちょっと待って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 くれ、ちょっと待ってくれ。ちょっと昔の写真はね、見ますね。やっぱみんな肉ついたかも。顔のさ、輪郭が違う。待って待ってね。こうやってこうね、食が作ったとして、あ、電話来た。止まった。そぎ落とし。ちょっと日本で。変わった。まあね、体重はね、あれだから。そう、まあ、衣装が入らなくならないようには気をつけます。でも最近みんなでも足パカとかやっちゃってる。硬いのに丸みが。みんな松本さんマジでさ、もともと日曜日なりやすいタイプなの。だからさ、やばいんだよな、だからマジで。てかしかもさ、マスクをさつきすぎてさ、ここカサカサでさ。でも足パカなのにさ、足が硬すぎてここぐらいまでしか開かないの。なんか全然開かないの。顔が大きくなっちゃう。ここにほっぺにお肉ついた。
まつげがピンってしてる。なんかアイライン引いたみたいだね、ここだけ。いや、そうでもないか。はあ、聞いてほしいことあるちゃん。林ね、昨日ね、あのハンさんのショールームを見てたんですよ。見たんだけどね、もうそりゃまた可愛くて、あれやってた、あの中可愛くてごめんやってた、マジ可愛かった。画面広くしとけばよかったってめっちゃ思ったもん。本当に可愛い、可愛くない、なんかマジでさ、なんか可愛くてもうんって思っちゃった。可愛い、まあ、マジで可愛い。え、モンキー、これ待って、みんなさ、スクショしようと思ったの、それ。え、スクショしようと思ったんだけどさ、スマホ置いたらモンキーモンキーってさなってさ、モンキー置いちゃったの。モンキーやばかったよね、ガチ可愛かったよね。なんであんな可愛いの。え、ツイッターで流れてくる、え、調べたら出てくるかな。あのみんな、モンキーのスクショが欲しいの、ガチ可愛くて。ね、本当に可愛い、可愛いよ。ね、可愛い、本当にマジでさ天才だと思う。ね、可愛いよ。ね、ガチでさ可愛いね。ね、本当に可愛い。ね、本当にさマジで ね世界救えるところじゃない、ガチで。この何もうね、多分地球飛び出してる、あれは。うん、土星ぐらいまで行ってる、ガチで。はあ、やば、なんたら海王星まで行ってるで。かわいい、かわいい、かわいいね、やばい。ログインチークやって、バイバイ、はーちゃん。マジねえ、ほんとにかわいい、やばい。ちょっとガロクしますね、ちょっと失礼します。かわいい、もうなんか天才だと。かわいい、かわいすぎる。これは沼、誰もね、革命起きちゃうってぐらい。ちょっと待って、唇の消しゴムがないぞ。ちょっとね、可愛くて失礼しました。
お宅出てごめん、何お宅出てごめん、なんかさ、もう本当にね、みなはね、みなはもうね、この80億ぐらいいる人の中で、その推しっていう一人とかを見つけられることがすごいと思う。もうすらさすがに運命と思って言う、みんなもマジで。ちょっと待って、はあ、かわいい。ほら、心に響くって。そうでしょ？なんてか甘いもん。ねえ、もうゆきちゃんってかわいい。もうね、えぐちゃんのメールガチ取った方がいいと思う。で、あの子髪切ったよね。切りすぎた後焦ってたよ。確かわい、ちょっと待ってみな、あれしたい。えぐちゃんのさ、あれしよう、ちょっと待ってよ。えぐちごごは、あった、これじゃなかった、多分この色だよね。黒。よいしょ。え、これ右が、左が黒か。ちょっと触覚も同じような感じにしよう。
な、変なツインテールだよね。みんなもちょっと思った。なんかさ、垂直じゃない？こうして髪の毛が引っかかり引っかかり。でも顔のさあれが違うから近く見える気がする。なんかどうなってんの、このツインテールって。いて。やば、なんか髪の毛の量。髪の毛の量さ少ないかも。ハゲ。耳見えてないよこれ。あ、こうしてるってことか。ツインテールなんてツインテールの日以来してません。やば、変だな。なんでこんな綺麗にシュシュつけれてんだろう。ゴムを先につけるこうして。絶対こうじゃん。絶対こうしてるよね、ぐっちゃん。なんかこんなキャラクターいたよね。いたよねじゃない、いるよね。えぐち前髪が、あ、えぐち触覚が似てる。ちょっとえぐちゃんみたいな可愛いお顔はできないのでね、こんな表情は。ん？なんか色違うね。色違くない？白。こっち？こっちな気がしてきた。こっちだ。こうじゃん。変なの。
ぐっちゃんって変な子だな、本当に。ちょっと送ってあげよう。自撮りしてるの見られるの恥ずかしいな。ちょっと見ないで。オオカミとプライドやってる。これ反対にした方がいいよね。なんかちょっと待って、画角も見せないと。やばすぎ。どういう画角だったっけ。こっちね、こう。じゃあ撮ってくる。6つ再現って、なんか画質が違うんだよな。加工というか、あれも同じにしよう。前髪が長いんだよね、ちょっともう。てかみんな髪の毛長くね？髪の毛長い。てかあの声似てる。名前言っていいか分かんないから言わないけどさ、あの YouTube のさ、ふん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 のふんふんふんちゃん、ちょっと前髪短くして
ちょっと眉毛汚これな気がする。えぐっちゃんのフィルターちょっと待って、前髪がさ、長いわ。目にかかっちゃう。もうちょっと、クリント。クリント巻いて。どの角度なんだろう。あのえぐっちゃんの自撮りは。この角度こうか、テンテンテロン、めっちゃいい、ここピョンって、あ、いいや、なんかキャラ変したみたい。この辺人みたい、サードぐらい、3回
なんかみんながいると変。これもってこれの方が似るかも。はあ、こんなにさ真似をさ違うよ。なんかね色が違うなと思ったらゆぐちゃんフィルターつけてな、フィルターつけてなくてあの可愛さすごくないって思っちゃった。ごめんなさいね。ねえねえねえ、えぐちゃんのさツイッターに載ってる写真わかります？えぐちゃんのツイッターに載ってる写真、ねえねえ、これあれ変わっちゃった、これこれとね、見て見て見ててよ、え若干似てる。この色のために私はフィルターをなくし、いける？じゃあツイッター載せよ、引用してあ、ぐちゃん可愛くて無理。お仕事ね、山なんです。もうすぐだね、結構やば。そろそろ終わります。では、そろそろ私は終わります。まあもうちょっと私は試行錯誤して写真を撮り、納得できるやつができたらツイッター載せますね。まねっこって言って、バイバイ。
じゃあランキング見ます。13位リカちゃん、ありがとうございます。12位がニッシュプープさん、ありがとうございます。11位はココロ、ありがとうございます。10位がリブロさん、ありがとうございます。9位がハルキャン、ありがとうございます。8位がモーさん、ありがとうございます。7位がタキアンさん、ありがとうございます。6位がユキちゃん、ありがとうございます。5位がカズオさん、ありがとうございます。4位がニシコエン、ありがとうございます。3位がクジマスさん、ありがとうございます。2位がヤスさん、ありがとうございます。1位がオイちゃんです。バイ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 。この後の紙レアもお願いします。マジ髪の毛長い。バイバーイ、ありがとうございました。切るよ。今25なったよね。ありがとうございました。アキさんとエミリーさんが出てるドラマ調べてみる。ありがとうございました。ツイッター載せたら見てね。バイバーイ。